さあ最後17番ドゥライレーで収まって宝塚記念です。スタートしました。まずは先行争い、横にずらりと広がった各馬の中から2番の空手が出てきました。そしてドノンザキッドですが、外から打ち寄せして、やはり押して押して15番のユニコーンライオン主導権を奪います。これに17番のドゥラエレーデが2つ外の枠からついていく形になりました。3番手集団には12番アスクビクターモア、3番ダノンザキッド、2番空手、そのすぐ外に14番ブレイクアップ、1コーナーカーブへと入っていきます。5番のイクイノックスは後ろから2番手です。1、2コーナー中間、前は15番のユニコーンライオンです。リード1馬身、17番ドゥラエレーデ2番手、3番手は外に14番のブレイクアップ、インコース2番の空手、その後12番アスクビクターモア、3番ダノンザキッド、中段3頭広がっています。内に1番のライラック、中に10番ディープボンド、外に13番ジオグリフ。スタートからの 1000m は58秒9と場内に表示されています。この一角に7番のプラダリア、さらには4番のボッケリーニ、外から16番モズベッロ、後方寄りに9番ジャスティンパレス、後ろから4、5番手、その後に8番ベラーズールが行って、外からは11番ジェラルディーナ、赤い帽子2つが後方にいます。5番イクイノックス、6番スルーセブンシーズ、ほぼ一段。さあイクイノックス動いた、中段後ろまで位置を上げて、今現在後ろから 4,5 番手ぐらいです。4コーナーへ向かいます。前はわずかに15番ユニコーンライオン先頭、リードからの半分、これを追って17番ドゥライレーデ、そしてそのすぐ外から差を詰めてこようと14番のブレイクアップ、12番アスクビクターモア、11番ジェラルディーナ、横に5頭が広がった、その後にジャスティンパレス、イクイノックスは現在中段、おお外に回した、直線コースに向かいました。先頭はユニコーンライオン、ババの3分どころから12番アスクビクターモア、そして11番のジェラルディーナ、内に潜り込んで17番ドゥライレーデ、離れた外から5番のイクイノックスが襲いかかってくる、一気に先頭に変わった、ババの真ん中ジェラルディーナと追い比べ、外から9番のジャスティンパレスが3番手から2番手、この内からスルーセブンシーズが襲いかかって2番手、しかし先頭はイクイノックスだ、ゴールイン、イクイノックスだ、イクイノックスです。世界ナンバーワン、今日は後方追走から一気に前を飲み込みました。